はい、こんにちは、ニートです。えー、タイトルにある通りなんですけど、今日で3回目弾薬トライ1週間経ちました。えー、結果は、じゃじゃんなんと、出ちゃってまーす、えー <laughs> はい、えー、まあ36日目にして3回目の弾薬トライ1週間経ちました。 で、なんと1日目にして、あの、入眠がすぐ、あの、ベッドに入った途端、入眠できる状態になってたんですよ。もう本当に寝落ちですね。ストンと、もうそのまま入れるように寝落ちができて、10時か11時に就寝し、入眠ができ、少し中途覚醒は入ってしまったんですけど、あのー、そのまままた、ずっと悶々としてても寝てたら、8時まで、あの、ね、朝の、 午前中の8時まで今眠れてます。で、自分でも本当びっくり、びっくら、くら寿司ですよ、本当に。正直こんなの今までなかったんで、ちょっと、なんだこの違いはっていう、正直自分の中でちょっと驚いてます。最初1日目は、あの、10時か11時に、もう本当に30分も経つか経たないぐらいでストンと眠れてたんですけど、まあ2日目から、ちょっとまあ1時間2時間ぐらいで、あの、まあ、寝れない時は3時間ぐらい経って、 てたとは思うんですけど、でもまあ前みたいに3時か4時ぐらいまで起きてやっとそこから眠れるっていう状態ではもうなくなってもう遅くても大体自然と夜につれ今眠さも上がってきてますし朝はアラームなしで8時か9時ぐらいにもう起きる状態には仕上がってるんです。 火曜日にはもう安眠効果で免疫力向上のため、あの、ちょっと温泉、厳選垂れ流しの温泉に行きました。で、そこ行ったんですが、なぜか、あの、その日 <laughs>、あまり寝つけれなかったんですよね。7時にあの、眠さが本当にマックスだったんですけど、なんかその時間帯で寝れれば、もしかしたら熟睡できたのかわかんないんですけど、自分その時時、いつも通り10時か11時に寝ちゃって、 あの、そこから、ま、3時間ぐらいで、やっと眠れる状態に入りました。うん。温泉はなんかすげえ、安眠効果も高いし、快眠につながるって言ってたんですけど、自分はギャグでしたね <laughs>、うん。もしかしたらまだまだ継続していけば、あの、安眠はできるような体にはなるかなとは、あの、思ってるんですけど、うん。まあ、もしかしたら温泉、温泉療法みたいな、 ことで、また、行くかもわかんないですね。行き続けるかもわかんないですね。もしかしたら。ちょっとわかんないですけど。まあ、機会があればって感じですね。まあでも、温泉で眠れなかったとは言うものの、今まで3時か4時にならないと入眠できなかった体が、1時間か2時間ぐらいで、もう本当に寝落ちができるような体に仕上がってるんですよ。だから3回目は例外として、もう1日目 ?3 回目の1日目は例外として、あの、もう、 すぐ、ストンと、30分か、経つかたたらないくらいで、あの、眠れる入眠はできました。通してだいたい10時間前後で終寝し、8時から9時で、まあ、アラームなしで起きられます。で、手元にスマホを置いといても、もう見なくなりましたね。快眠法としてアロマは僕にとってあんまり効果はなかったので、今、まあ今、継続中なんですけど、今後ちょっとアロマなくなっても、 そのまま継続していくっていうのは、ちょっとしない方向で行こうかなと、思ってます。で、朝起きたらすぐベランダに出て、ベランダ開け、あの、日差しを体内に浴び、体内リズムを整えるっていうことも今してます。日光浴ウォーキングをまあして、まあ、適度な筋トレも継続中ですね。あの、筋トレ、適度な筋トレって言ってもあんまり軽いのじゃなくて、まあ、普通に、 1>, 1セット、2セットぐらいでダンベルを持ち上げ、まあ、自重トレーニングとして、あの、腹筋、えー、まあ、腕立て伏せですね。腕立て伏せをやったりしてます。まあ、だいたい2日に1遍ぐらい、うん、やってますね。で、ヨガは深呼吸だけ今取り入れてて、就寝30分前には、まあ、部屋を暗くして寝る準備。寝る前には、えー、必ず全身気を触らないことを意識して、えー、生活しています。 まあこれは前々からやってる快眠法ですね。それは変わら、変わらなく、え、継続していってますね。はいと。入眠して寝る意識を整えると今まで動機が激しかった体がスーッと寝落ちできるような感覚に今なってます。でたまにビクッと体が、痙攣っていうかなんか、ビクッてなんか体が反応するときなんですけど、あの、そこからまあ自然に、 落ちることができていってます。今までそういうことなかったんで、ちょっと驚きですよね。そんな現象が今までなかったのに、眠れるようになってからこんな体の反応が出てくるなんて。もしかしたらこれは前兆かもわかんないですね。あの、眠れるような体に、に進化したっていう前兆なのかな。うん 睡眠効果を高めると言われている食べ物は、あの、例えばホットミルクとか、あとはカキとかバナナとか、そういうのは、えっ、ー、と、最初に始め、食べたんですけど、全然効果なかったので、今は実施してないです。っていうか、会眠法に取り入れてないですね。でも、もしかしたら個人差があるので、僕は聞かなかっただけで、他の人はもしかしたら聞くかもわかんないです。これはちょっとまあ他の人は食べてみないと、まあわかりません。まあ そういうエビデンスもないので、あの、自分が100%これは眠れますよって言っても、まあ、あの、他の人が試してみないとわからないので、それはまあ、各個人で試してみてください。僕、とりあえず僕は決められなかったっていうことですね。<laughs> ただまだ入院してすぐ寝つけることができずに、あの、途中で中途覚醒が入っちゃうんですよね。 そこがまず課題として残ってて、弾薬して眠ることができたという任務は一応達成できたんですけど、まあいずれちょっとそれも入眠すぐに眠れるという、まあ、タスクをこなしたいなとは思ってます。でもまあ任務が達成できたので、それだけでも同じ、も,うものすごい状態だと僕的には思ってます。はい。 とりああえずままあ、安心してますね一応まあ成功ってことなのかな一応眠れることができてるので前まであの眠る時に不眠の症状が出てきたらあの対抗心であの不眠とちょっと戦ってて「くっそ眠れねい早く寝かしてくれよ」あ「ああこの体早く寝れるようになってくれ」みたいな感じであのちょっと対抗心燃やして不眠と戦ってたんですけど今はもう戦うことをやめて。 眠る時に開き直って不てくされた感じで、もう別に、ああ、いいんだもんね。もういいんだもんね。全然。いいもんね。全然。って感じで、あの、もう対抗心は燃やさず、受け入れて、そのままもう受け入れて寝ています。ということで、とりあえず弾薬は成功しましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。